はい、どうも、ミャウモード。今日は、ND フィルターについてちょっと話をしたいと思います。ちょっと最近いろいろ、みんな流行りで ND フィルター使ってると思うんですけど、僕もいろいろ挑戦して行き着いたものをちょっと紹介したいと思います。で、まず使うのが TBS のジェローガードっていうやつ。TBS のサイトで、これ全部セットで4ドル95ドルで売っていて、まあ昔のヒーロー3、ヒーロー4用の ND フィルターで、このアダプター、この GoPro の、昔の GoPro の丸いレンズのところにパカッとはめて、このアダプターにこの付属の ND フィルターをはめれるってやつです。で、その ND フィル、買って何がついてくるかっていうと、このゴムのアダプターと、で、ND フィルター3種類。ND2 と ND4 と ND8 でそれぞれ、まあ、数字が大きくなるほど暗い、フィルターになってる状態。と、このレンズクロスが、TBS のレンズクロスがついてくるやつ。で、これ、今まですごく問題、僕が自分自身がすごい手こずってたのが、この ND フィルターをどうやって、まあ、このセッション5にマウントするかっていう。で、結構みんな自分でマウント作ったりとかしたりしてたんですけど、なんとこの間、ビッグ FPV さんが YouTube で紹介してたのが、このブレイン 3D から出ている、TBS のジェローガードのアダプター付きのセッション5マウント。なので、このマウントを使うと、このジェローガードをそのままこの中に入れて、パチッとはめて、はめるともう、この、綺麗にここに収まるようになってるんですよ。で、これを入れた上で、セッション5をこう差し込む。その際には多分ここの、普段みんな貼ってるか貼ってないか分かんないですけど、なんか保護レンズ的なの貼ってると多分それは取り除いた方がいいです。で、これをそのままこううまい具合に綺麗に、まあ、ガラスとガラスなんでちょっと怖いですけど、傷つけないようにスライドさせて、これでバッチシ。で、このマウント自体はリバーブ用なんですけど、リバーブのボルト穴に合うようになっているんですけど、ここをタイラップで付けれるジェネリックなやつとか、まあ有名なフレームだったらその専用のマウントも出てるんで、まあジェローガード付きセッション5マウントでブレイン 3D のサイトを検索してくれば出てくると思います。で、まあ、これを付けちゃうと、この上にはこの保護フィルムはちょっともう付けれないから、まあこれは多分もし買うなら3枚で5ドルなんで、まあ何個かセットで買っておいた方が良さそうです。で、これのいい点は、この ND フィルターがなんでいいのかっていうと、これガラスなんですよ。結構他の色々挑戦してみたやつだと、こういうプラスチックのやつが結構多くて、これだとやっぱり映像に影響が出ちゃって、どうしてもこういうマウントもついてくるんですけど、はっきりした絵が撮れなくて、やっぱりこのガラスのやつが一番いいですね。はい、この通り、ND フィルターのマウントを装着してみました。で、今度はですね、この、まあ、なんでこの ND フィルターをつけたいかっていうと、基本的にはシャッタースピードを調整したい。で、そのシャッタースピードについてなんですけど、映像的により自然に見えるのが、撮影するフレームレート、それに対して、フレームレート ×2 分の1のシャッタースピードが、まあ、より人間の目が人間の目により自然に見える設定なので、僕は、30fps フレームレートパーセコンドで撮影普段しているので、
まあ、シャッタースピードをより60分の1に近づけたい。で、それをするためにはどうするかっていうと、まあ、まず、GoPro のアプリですね。それをまず、シャッタースピードを変更するには、設定画面を開いて、まず多分プロトゥーンをオンにしてないと細かい設定ってできないんですよね。なのでプロトゥーンをオンにして、まあ、カラーグレーディングとかしないよっていう人はここのカラーは GoPro カラーにして、まあ、自分でカラーグレーディングできるよっていう人はフラットにした方がまあいいんですけど、まあ、とりあえず GoPro カラーのままで、でシャッター自動、まあ、ISO 上限400で、これ明るい時はまあ ISO が低い方がまあ、あのあまり感度が抑える、1600だともうよりあの感度が良くなって明るい暗いところでも撮影できる。だから昼間撮影するときはとりあえず400で、でシャッタースピード自動ってなってるんですけど、これをまあ60分の1にすると多分プレビューでだいたいどういう感じに見えるかで、そうですね、60分の1にマニュアルで設定してもいいんですけど、これだとちょっとまだ明るすぎて映像が白飛びしてるんで、もうここは120分の1に上げてもすると、そうですね、でもこれでもまだちょっと白飛びしてるんで、理想としては ND、 これ今 TBS ジェローガードの ND8 一番暗いやつをつけてるんですけど、多分理想としては ND16 か ND32 をつけたいところなんですけど、まあそれないんで、もうこれはもう外が今の段階だと明るすぎるっていうことで諦めて、もうここは自動にしちゃいます。でこれがまあ ND フィルターをつけることで、まあよりシャッタースピードを限界まで遅くできるってことですね。まあ理想まではいかないですけど、でまあなんでみんあのそれで一番いいのは、よくみんなが夕日を撮りに行くんですけど、その夕日を撮る条件っていうのが結構あの自然とその理想的な条件になる。フレームレートに対してシャッタースピードが、シャッタースピード ×2 分の1になる。で、まあより残像の残り具合とかも、こう、あの、人間が目で見るような形になって自然な絵が撮れる。なおかつ、まあ夕日の時間はいろんな色が出るんで映像が綺麗に見えるっていうメリットがあります。はい、では早速飛ばしてみます。I just want
tryna show you how to win, let me coach ya. I'm just tryna train ya, baby, turn you to my soldier. Tryna help you prosper, I'm a trout prophet. You know they really poppin', they don't really got it. I just wanna see it shop, shop, till you drop. Pull off with the title, top, drop off the lot. She don't wanna lead her while she know the knot thick. So watch the plot thick, so does Gucci's heart thick. All I need in my